どうも太陽です。今日はですね、ポケモンを捕まえやすくする方法についてのお話をしていくんですけど、実はですね、ポケモンを捕まえるときにあることをするだけでポケモンを捕まえやすくすることができるという研究結果ですね、最近発見されるだけなんですよ。はい、このチャンネルではですね、様々な心理学や科学の知識をですね、皆さんに分かりやすく解説するということですね、ほぼ毎日行っていますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ポケモンを捕まえるというのがですね、野生のポケモンにモンスターボールを投げてゲットするということなんですけれども、まあこれ結論から言うとですね、 A ボタンを連打することで、ポケモンを捕まえられる確率が飛躍的に上がるという研究結果が出てるんですよ。これはですね、アメリカのバロ成長大学の研究結果によって分かってるんですけども、100人の学生を対象にですね、ポケモンを捕まえるときに A ボタンを連打させた学生と何もしないで捕まえた学生に分けて、ポケモンの確率を比較する実験を行ったわけですね。その結果、 A ボタンを連打した学生は何もしない学生に比べて捕獲率が 22% も上がったというですね、そういう結果になったわけなんですよ。まあ、なんでこういう結果になるかというですね、実は A ボタンを連打することによってポケモンを捕まえる際に消費する乱数というものをですね、たくさん消費することができるんですね。それによって捕まえることができる消費数まで早く到達することができるのが、で捕獲率が上がるということなんですね。そんなっていう感じなんですけど、あ、これですね。これですね。デモンコーポレーションの方で作られている美味しい水っていうお水なんですけど、非常に高価なものなんですけど、舌触りが滑らかですね。ミネラル分も普通のより多い水なんですけど、あ、すいません。ちょっとお話が。それてしまったんですけど、さらにですね、この研究チームでは捕まえるポケモンの種類によってですね、捕獲率に差があるのかという研究も行っていてですね、伝説のポケモンを捕まえるときに限ってはですね、ハイパーボールやスーパーボールといったボールよりもですね、通常のモンスターボールを投げた方が捕獲率が高くなるといった結果も分かってるんですね。これ、意外な結果で面白いなと思ったんですけどね、こっちの研究ではですね、東進ハイスクールの田中教授がですね、中心になって行って、研究なんですけども、伝説のポケモンにいろんなボールを投げてみてですね、どのボールが一番捕獲率が高くなるかというのを調べた結果ですね、モンスターボールが一番高くなってしまったんですね。まあ、なんでこういうことが起こるかというとですね、伝説のポケモンはそもそも能力も高くてですね、強いポケモンなのでそんなに弱らないんですよね。で、もともとモンスターボールっていうのはですね、1925年に西之森教授という方がですね、弱ったポケモンが体を縮小させて狭いところに入るという性質を発見してですね、それを応用して作られたものなんですよ。なので、ハイパーボールなどの強力なボールになれば、なるほど、弱ったポケモンの生存本能を利用しているということなんですけども、伝説のポケモンはそこまで弱ることがないので、強すぎるボールの効果は逆効果となってしまうんですね。不安定な状態になってしまうんですよね。なので最も効果の弱いモンスターボールが伝説のポケモンに限って最も有効になるという、通常とは逆の結果になるということがですね、最近の研究によって明らかになったんですよ。ということですね、今日の結論としては、ポケモンを捕まえるときに A 連打をした方がいいよっていうことと、伝説のポケモンを捕まえるときに限っては普通のモンスターボールを使った方がいいよっていう、まあそういう話ね。この話の続きはですね、動画説明欄もしくはコメント欄にですね、リンクを貼っているので、よかったらですね、皆さん見てみてください。というわけで今日は以上になります。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。